エノヒドロキシスクシニミドは化学式 C4H5NO3 の,の有機化合物である。一般的に有機化学や生化学においてカルボン酸の活性化試薬として用いられる。カルボン酸と脱水縮合することで NHS 体と呼ばれる不安定なエステル結合を形成しアミンと反応してアミド結合を生成するのに用いられる。わずかに酸性を示すため皮膚や目、 粘膜に対して刺激性がある。NHS 活性化酸を合成する一般的な方法は NHS とカルボン酸及び少量の有機塩基を脱水を媒中で混合することである。N、N 自主クロヘキシルカルボジーミドあるいはカルボジーミドー1エチル3、3プロピルカルボジーミド塩酸塩エチル、カルボジーミドといったカップリング試薬が次に添加され、 より不安定な活性酸中間体が生成する。NHS 機は通常数あるいは OSU と化学式で表される。スクシネートエステルとも呼ばれる NHS と酸のエステルは水を避ければ低温で保存や単離も可能である程度安定であり、そのため市販もされている。NHS エステルはタンパク質の収縮に一般的に使用されている。 NHS の代替品としては、水溶性アナログであるスルホ NHS や、ホブット、ホート、ペンタフルオロフェノールなどがある。EDC、NHS を用いたアミドの合成。ありがとうございます。